はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。素敵なピアノが入ってきましたよ。カワイの 804i というねモデルです。これはですね、カワイのスタンダードで KL11KF51KF62KF、KI65F とかね、そういう、おしゃれなヨーロピアンデザインのものがずっとラインナップでありますけど、その中で、輸出用モデルとしてね作られていたものもあるんですね。そのラインナップとは違うもので、それがこれなんですけど、足は直足です。猫足ではなくてね、まあ、ゴシック調の、まあ、猫が嫌いな方もいらっしゃるんですね。猫足じゃない方がいいって、まっすぐ足で似たようなおしゃれなのないのって言われる方が大体ね、7対3の割合、10人いたら7人が猫足が素敵っていう方です。で、あとの3割がいやいや猫足じゃなくてまっすぐの方がガチッとしてかっこいいんやっていう方もいらっしゃいますね。まあ、その3割の人に興味があるピアノですから、猫足派の方はもうねビデオ飛ばしてください。はい、でも案外好きになるかもしれませんよ。足がねこういうなんかこうあって、こうね、こうなってこうなってこうなってまっすぐ足ですね。はい、ちょっと傷ありますね、この辺ね。この辺直しますけどね。ペダルは3本です。こういうところも凝ってるでしょう。ね。こんな感じになってまして、ここの譜面のところはですね、こういう飾りが貼ってあります。まあ、こういうとこはね、このままなりますけどね。はい、網ですね。これ網を貼ってありますね。いいですね。そして中を見てみますと、よいしょ、あれ？これ斜めに開くタイプかな？斜めに開くタイプか。804i ですね。はい。製造番号が1902590。あ、そんな古くないですね。こんな感じのデザインになってます。はい。まあ、革が得意ですね。この手のピアノはね。結構、ヒットピアノですね。ちょっとここに置けない。置けないということは、今日は社員を連れて、吹田に来てるので彼に持ってもらうことにしましょう。はい、登場です。清水くんです。はい、こんにちは。はい、退屈じゃないですか今日は20台ぐらい撮影してるけどね。じゃあちょっとビデオカメラを持ってくださいということで、今日はビデオカメラで、それでは今から1曲弾きます。はい、どんな音がするのかな。いつも弾く直前まで何を弾くか決めてないんですけど、あ、ピッチ低い。あ、いいですね。高音がもヤマハの鳴り方と違う、可愛らしい、優しい、柔らかくて伸びる音、中音部もまろやかに包み込む。いいですね。で、低音側の太い音、あー、いいな。パワーはねそんなないです。こじんまりと小さな音ですから、マンションの方とかも最高ですね。それからご近所に気兼ねして、あんまり大きな音出せないけど、まあ、パワーはそんななくていいけども、綺麗な音で聞きたいなって、まあ、そんでもってデザインも美しかったらもう最高よねみたいな、そういう方であればこれはいいと思います。ただ、将来音材目指すとか、もうガンガンリストの曲、ベートーベンを弾きたいとかね、
パワーが欲しいとかね、いう方は車で言うと排気量がまあ 3000cc とか2500とか、まあ、クラウンとかね、レクサスとかその辺のでっかいやつですね、を乗るのと同じ感覚です。ただカローラでも、それから軽自動車でもちゃんと目的地に行くし、要はちゃんと OK ということですね。ちゃんと目的地に連れてってくれますから、別に軽自動車でも何ら問題はありません。ただ、高速道路でアクセル吹かした時にヒューンと伸びるのはやっぱり大型車だと。ヒューンと伸びたくても普通にちゃんと走ってたらいいって方は、小型の自動車、小型の車、ピアノでもいいということですね。まあ、その辺を基準に判断されたらいいと思いますのでね。まあ、どういうものを優先順位に持ってくるかということです。それをね、基準に考えられたらいいと思いますね。とっても素敵な 804i のご紹介でした。それでは、さよなら。そこ消す。消し方わからへん。そこの赤いボタンを消します。